はい、えー、ホームアートシーコーライディングチャンネルやっていきたいと思います。えー、これはゴルフのマーカーのですね、ゾウさんでございます。えー、今日も雨の中、えー、台風が来るかもしれないというのに、えー、ゴルフに出かけている私でございますが、えー、今回は、ちょっと、JSB1000 かな の話をしていこうかなと思うんですけど、えー、ちょろっと見たんだけど <laughs>、えー、前回の鈴鹿のレースなんだけどさ、まあ、マーシャルカー、後半ね、マーシャルカーが入って、えー、まあ、リスタートして、残り3周のレースだったんですよ。見た方もいらっしゃると思いますけど、多分、YouTube で検索すると見れると思うんですけど、 え、リスタートした時に、もう、リスタート直後の1コーナーでね、中菅選手が点灯したんですよ。その点灯に、点灯をちょっと詳しくね、僕らしく解説していきたいと思うんですけど、まあ、その前にね、ちょっと説明しておきたいんですけど、まあ、フロントブレーキっていうのは、ある程度温度が上がる、上がらないと、 あーマックスなブレーキに、ブレーキ力っていうのかなは発揮されないんで。やっぱ冷えてると、えー、ブレーキの効きは少し悪くなるし、えー、上がりすぎても少し悪くなる。うん、で、まあ、ああいう時マーシャルカーが入ってね、何週か、あのー、スローペースで走ってる時はやっぱタイヤを冷やさない。 ことと、まあ、フロントブレーキを適正温度に保つっていうのが非常に大切なんだけど、まあ、そんなことでね、蛇行したり、まあ、ブレーキングギュッギュってかけたりしてるんだけど、まあ、あのー、僕はああいうとき、一番フロントブレーキのね、えー、温度に対してすごくやっぱり敏感に、まあ、タイヤにもそうだけど、えー、フロントディスクブレーキ、ディスクに対してね、の温度ってすごく気使うんだよね。で、僕だったらね、 僕だったら、まあ、裏ストレートの後半を、まあ、スローロこずっとしてるわけじゃん。蛇行しながら。もうフロント、後半、どうだろうな、えー、裏ストレートを登り切ったあたりから、フロントちょんがけしながら、フロントをちょんがけね、チョンがけしながら、こうやって、蛇行してずっと走っていくわけよ。ちょんがけしながら。で、まあ、130あるビューって回って、 えー、今度、試験員までは、ちょっときつめのちょんがけをしながら打撲をしするわけよ。だとまあフロントのあったまりもいいし、えー、フロントのディスクも、あの、しっかりとあったまるわけよ。ね。これを、あのね、えー、130ヤーの突っ込みミ,ミ中途半端にビーミーってやってギュー、ミーミーギュー、ヘアピーもミーミーギュー、ミーミーギューだけだとね、あったまってない時があるんだよ。それは。 で、僕はどっちかっていうと、フロントアイバイのフロントディスクの温度っていうのは、オーバーヒート気味の方がどっちかっていうといいわけよ。あの、なんでかっていうと、オーバーヒートって効かないだけじゃん。ただ単に。効きが悪いだけで、全然効かないわけじゃなくって、まあ、フェードまでしちゃうほどね、温度上げちゃダメだけど、上げ気味っていうのは、ちょっと効きが悪いだけで、グッドにいりゃ止まるからさ、そうね、大きなミスには繋がんないんだけど、冷えてた時は、どうなるかっていうと、 フルブレーキングして、ビューってかけてる、寝かしていく途中に、寝かしていく、寝かしていくとともに、フロントブレーキってリリースっていくるわけじゃん。うーんってフルブレーキにかけて、うーんって寝かしとていくともにずっと逃がしていくところを、逃がしてるにもかかわらず効いてきちゃうわけよ。あの、冷えてると。冷えてる場合、ミューがベッと上がるから、離してるのにも効いてきて、 ぬわンってこうなるのね。あの、まあ、ブレーカーって話しちゃ、ふって緩めれば治るんだけど、その一瞬ぐわってなることが、やっぱり非常に、ま、点灯にも繋がるし、ラインを外すっていうことにも繋がるし、タイムにも繋がるわけよ。だからやっぱ重油をリスタートの場合落とす可能性ってすごく高いから、どっちかっていうと、オーバーヒート気味に持ってく、うー、気持ちで、え、ブレーキング、フロントブレーキって温めるんだけど、ね。これは頭に最初に置いおいてほしいんだけど、で、リスタートしました。 えー、まあ、十分温まってたライダーがほとんどなんだけど、僕は、あの、ゼッケン3番の、水谷選手かうんな、ちょっとごめん、名前忘れてたんだけど、が、どかのライダーかな温まってなかったみたい。で、1コーナー突っ込んでって、先頭でね、で、寝かし込んでいく途中に、キュッて軽く効いたんだよ、フロントが。で、それでキュッて言っても振られて、そのラインを外すほどじゃなかったんだけど、 は、ラインを外す想像じゃなかったんだけど、真後ろにいるライダーは、お釜掘りそうになるわけよ。その、キュってなんて書けないから。ね、出かし込みとともにさ、やっぱリリース、ェンフェン、ウェンフェン、うんって言って、リリースしてばーって入ってくんだけど、うんっ入ってくるそこでギュってかけるライダーって言ったら、行為的にお釜掘らせるような、ああ、行為じゃん。だけど、まあ、それは、えー、ブレーキ温まってないことで起きちゃったんだけど、あのー、ね軽くね、お釜掘りそうになってるんだよ。 あのー、中須賀選手が、真、まあ、後ろにいた。で、えー、岡も堀りそになったから、立てて、ブレーキをきつくかけて、また、ちょっと、まあ、1台か2台抜かれるかもしれないけど、あのー、レコードラインに戻ろうっていう、まあ、岡も堀りそピュッと起こして、ぐってブレーキかけて、ギュギュギュってなってね。まあ、ぐってブレーキかけるじゃんね。そのもう、あの、ライン外しちゃったからさ、その いつもの速度で入っていけないから。で、そこでリアが、やっぱりその、ロックし、まあ、エンジンブレーキも効いてるし、その、そこでそんなに強くかけるっていうセッティングになってないから、リアが浮き気味になって、リアがちょっと、こうやってロックし、なんていうの、フラレ、ロックしてフラレターキャってビュービューって。で、あの、適正ライン、あ、なんていうの、適正速度、あ、ここも荒れるなっていう速度に、えー、落ちたから、ブレーキを軽くリリースしてね、軽くリリースして寝かし込んだら、リアからのプッシュ受けて、 転んだわけよ。だから僕的には、あの、店頭はバイクが8割悪いね。どういう話になってるかわかんないけど、山、まあのチームの中で。あれはバイクが8割悪い。まあ、あなんていうのかな。あれは、ありえ、なんていうの、なんていうのかな。彼が大きなミス、中須賀選手が大きなミスをしたわけじゃないもんね。前が、あイレギュラーな、あー 動きをしたことによって、えー、やっぱ丘も掘りそうになって、軽くね。で、ラインをアウトに取ったことによって、まあ、ブレーキかけのをかけて、速度を落とさないと回れないからね、ラインを外しちゃったら。えー、それでギュッとブレーキ強めにかけて、リリースしながら寝かしたところ、リアがグリップしたらフロントにポッ、プッ,プッシュ受けて、バーンって転んだんだねで。そういう話になってるかなんだって。あの、ヤマハのチームの中で。ね。ああいう、やっぱりその分析、なんていうのかな、 どんな、ヤマハでも、ホンダでも、スズキでも、まあ、な、川崎でも、どこでもいいんだけど、やっぱり転倒した時の、その、原因がさ、その、とことん追求されて、合ってないのかもしんない。だからこんな状態になっちゃってるのかもしんないよ。だってマルケスもあんだけ転んでるわけじゃん、ホンダの。ね、転んだ場面を見て、ああ、ライダーだってなってったら、俺バイクは良くなんないし、 あの、真実転倒の原因の真実を、やっぱり探り当てて、そこに、やっぱり、光を当てて、メスで切っていかなきゃ、その、なんていうのかな、ああ、れはバイクじゃなくってライダーの突っ込みすぎなってったらさ、その、やっぱり、あれこそ本当に僕はラ、ラなんていうの 操れないオートバイになっちゃってる今のオートバイ。もうスーパーバイクも含めてそうなんだけど、もうその、ま、な、一緒の流れにあるからね、元 GP マシンも、ある、一緒だ、一緒に開発しててさ、その、まあ、何年、10年ぐらい前にさ、今、もうオートバイ回ってないよ、今のって言ったら、まあ、彼のメカニックが来て、ね、わざわざ僕のお店まで来てさ、あの、曲がってるよって、そんなことライダー行ってないよって,言って、行ってきたぐらいだから、ね。で、その後に、 ロッシが、いや、ちょっと今、バイク回ってませんって言ってから来てないな、そういえば彼は。<laughs> まあそんな状態で、も、ま、う、あ、中すが来たわけじゃないんだけどね。まあそういう状態で原、原本当の原因をやっぱり突き詰められ、なんていうの、あの、もう追求できてないんじゃないのかなっていう、ううことが、今のホンダやヤマーの成績になっちゃってるんじゃないのかな。まあさ、 そういう目を持つライダーは一人いるんだけど、元ライダーがいるんだけど、まあ、高いからね、また安いとは思うんだけど、あの、三つとか言ってるけど、安いとは思うんだけどさ、そういうところがさ、わからなきゃ、どんな高い技術力があっても、活かせないよね。<laughs> やっぱりその、なんとかに刃物になっちゃう。そういう意味じゃないな。 その、本当にもったいないよね。すごいいい戦闘力を持っているのにあ、生かしきれないっていう、まあ、本当に歯がゆいよね。だから、その高い技術力は持ってるんだからさ、その、解析できる人をちゃんと見極めて雇う。で、えー、そこに対して、 えー、テストを繰り返す。うん。だから、その違ったことに対してテストしてっちゃってるからあ、どんどんおかしくなってってるんじゃないのかなっていう現実ですね。で、まあ、今ね、やっぱスーパーバイクのね、あのレースを見てみんなどう思うかもう回見直してもらえばいいんだけど、詳しく見るとそうなってるから。まあ、僕はもう2回くらい見直したら、ああ、こう、こうだなってすぐ分かったんだけど、その、やっぱりその、 レ,レコードライン以外を走る、レコードラインと、レコードラインを走るアクセルの開け方、レコードラインであ走るブレーキングの書き方以外の時が起きた時、イレギュラーな動きが受けた時に転倒しちゃうようなオートバイじゃ、やっぱりその、扱える、手足のように扱えるオートバイではないということですよね。まあ、今日はそういうとこで、今日は、 JSB1000 かなの話をしてみました。まあ、今週、今日、明日かなあどこマレーシアかな ?GP があって、まあ、最後のスペイン CGP はちょっとね、えー、なんか大雨で、うん、災害があって、開催は中止になったようだけど、まあね、そちらの方もすごい災害があって、亡くなった方も多いと思うんで、非常に、えー、大変だなと思いますけど、えー 今回は、えー、こんなところで終わりたいと思います3億円です以上です